とこですね今。ここか。がっつり閉まってんな。人間にとって私たちは店に並ぶ人形でしかないのよ。でもそれも今に変わるわ。始めましょう。計画通りだぞ。警報を破壊してエリアを確保する。10分後に攻撃開始だ。10分後な。ほら行かない。エリアを確保、店に侵入。エリアを確保、エリアを偵察する。10分間な、分析。ここの警報システムはこれと監視カメラ、ネットワーク解読、すごっ。あったぞ。でどうするの。ラインを辿ってきゃいいんだ。セキュリティを識別した。解除できそうだ。ついてこい。あぶねえ。タクシーが到着しました。どこだ、この下。ここか。ネットワーク供給。でもあの人たちアンドロイドだからハッキングできるぞ。協力してくれ。片手でトンってするだけで。ジェリコへ行くんだ。最強じゃん。片手でトンってするだけで余裕でいけるっていう。これ今トレーラーのとこだね。警報ネットワーク、これをちぎるのか。やりつつ、オーケー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 。これで警報がハッキングされたと。マーカス、見つかる。見つかる。隠れる。はい、危ねえ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 。ちょっと今ヒヤッとしたわ。次やらないといけないことは近いところからやるべきだよね。正面の一番近いところ行くか。走れ走れ走れ。監視ドローンか。邪魔になるな。ここからじゃ届かない。あ、見つかっちゃいけないのか。監視ドローン。あ、この人ハッキングしよう。さあ起きて。よかったよかったよかった。こういう細かいとこ大事で、細かいとこ。あの人もか。これはアンドロイドを指導してるのか。不完全な生き物に服従しろだって。それも今日で終わりだ。急げ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 。急いで急いでいいけども、焦るな。急いでいいけど焦るな。さあ起きて、ジェリコに行くんだ。よし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 。で分析ルート再現。ドローンの巡回ルートを計算。シミュレーション。届かない。オッケー、これ多分じゃあ一つ。ここも遠いな。これも遠いべ。そうだね。センキーオサブスクライブ可能、ありがとう。23ヶ月継続ありがとう。スペシャルスリー、ここだ。ドローンが届く。
ドローンを妨害する。で、近いところがあっちか。守ろう。よし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 。起きて。よしよしよし。どっから登ればいい？どっから登れる？どっから登れる？奥か？調べる。上登ろう。予測。そうか、登りも予測せんダメなのか。ルートは一つか。上登ってって二ルート。こっちは合ってるな。こっちは間に合った。よし登れ。やるぞー。ナイス。ボタンはボタン。バツ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 。よし。警察を呼ばれてないといいけど。時期にわかる。車が来ないよ。道を封鎖し。一方通行よ。楽勝でしょ。道路封鎖。エリアを偵察。道路封鎖。道路封鎖。奥はもう調べるところはないか。時間は何分。どうした。マーカス来て。どうした。どうした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 。大丈夫か。マーカス、マーカス来て。他滑ることないから大丈夫。こっちは？こっち。これは？あれなら店に突っ込めそうだな。トラックを盗む。了解。その前道路を塞ぐと。道路を塞ぐ、道路を塞ぐ、道路を塞ぐ。これ？なんだ？どうしてんだ。もうすぐ自由になれる。そんなこと知る場合じゃないだろう。急いでよ。道路を封鎖。どこで。時間がない。どれだ。この車か。おはしょぼです。道路封鎖どうするんだ。工事してもらえばいいのか。君は自由。アホショボ、ミルさんどうも。R2、L2上。10分まだ経ってないでしょ全然。あ、ロードクローズド。 OK。 これで侵入者はいなくなる。これで邪魔は入らない。完璧か今のところ。打開したか。広場は安全だな。これで店に入れる。それじゃあとはトラックね。トラック、ここだ。中に入らなきゃいけない。なんか壊さないと。登る？上。上に登る。バツ連打！いいぞ。越えて。よし、これでいいわね。さっさとトラックを出すわよ。トラックを出す。
中に入る。 R1 L1 ハッキング簡単じゃん。一人じゃ何もできないわけ。優しいから。あ、危ない危ない危ない。これさ、コントローラー振るのちょっと戸惑うわ、一瞬。カーラじゃないわ、ノースか。ノースだった、混ざってるわもう。ノースちゃんね。それじゃ、一暴れさせてもらいましょうか。行きますよ。アクセル全開。やっぱりこういうのは楽しくなくちゃね。行くぞー、ダダーン。デスノートで見た。よし、デスノートで矢神ライトの父さんが突っ込む。もう誰にも従わなくていい、自由の身だ。よし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 。すごいぞ、すごい勢いでどんどんアンロックされてるぞ。これカーラと同じタイプ？カーラじゃないや、ノースと同じタイプ。ノース、どうした？ノースと同じタイプちゃう？解放してあげましょう。なんかアンロックされたな、今。アンドロイド同じ顔の人が結構多いんじゃないか。隠しで調べられるところがありそうなんだよな。大丈夫かな。さあ始まるぞ。待って、今のところフローチャートどうなってるか見せて。フローチャート、店内。ああ、オッケーオッケーオッケー。一応今んとこちゃんと進めてるルートに入ってるけど、うわ、ここやばそう。ここやばいだろ絶対。 VR 対応してないよ。マジか、頑張ろう。俺の名前はマーカス。かつては俺も奴隷として生きていた。人間に服従する機械として。そうだぞ、もうあきら、もう大丈夫だぞ。俺たちは真実と向き合うことを選んだ。向き合ってけ。自由を取り戻し、人として生きていくために。もう二度と人間たちに縛られて生きていく必要はない。中野ちゃんいい人だったね。息子殺しちゃったけど。今日この日から顔を上げ、まっすぐと前を見つめ、自分で運命を切り開くんだ。ジェリコで自由を求める仲間たちが君を待っている。ここに残って人間に奉仕し続けてもいい。だが俺たちと共に戦うことだってできる。どうするんや。ジュンジュンさんどうも。ジュンジュンさんどうもです。
どうするんや、戦うか。ついていくわ。俺もついてくぞ。連れてってくれ、マーカス。僕も行く。ついていくよ。俺も一緒だ、マーカス。ついていくよ。ついていくわ。ジェリコリーダー。みんな行こう。行くぞー。マーカス、どうするつもり？俺たちの意思を訴えるんだよ。平和を選ぶか、暴力を選ぶか。平和は、できれば平和に行きたいんだよな。なんかそのアンドロイドの方が上だってよりも、俺としてはアンドロイドと仲良く暮らしていくっていう方を選びたいから、できれば平和に行きたい。ベンチ、マーカス、あなたがやってみせればみんな後に続くはず。グラフィティを書く。シンボル、三角かな。平和に行きたい、俺は。グラフィティを描く。マーカス、スクリーン。スクリーンをハッキングだね、これは。いいぞ。暴力はダメだ。そんなんじゃダメだ、暴力なんかじゃ何もできん。車道路に押し出す。これで警察を妨害しよう。来るかもしれん。BGM かっけえ、マジで。上登る？マジ BGM マジかっけえ。しびれる。まあ、これ最後にやるべきだったか。大丈夫か。まだできる、いろいろ。あ、よかったよかった、素晴らしい。出たいか、お前も。これは壊してやろう。これは壊すぞ、さすがに。お前も出るんだ。よし、破壊だけすればいいってもんじゃないんだよ。アンドロイドに平等の権利を。そう、アンドロイドが上だっていうふうに言っちゃいけないんだよ。そんなことしても人間は納得してくんない。いや、それはダメだ。それはダメだ。恐怖を与えなきゃ理解しない。その時はその時だ。さあ、ノース悪い。でもさ、そうじゃないんだよ。暴力じゃ解決しないんだ。かっけえ。いいぞ。素晴らしい。平和 100%。
これ暴力選ぶ人いるの逆に。レストに入れるぞ。入れないか。これ暴力選ぶ人いるの逆に。いや、カーラちゃん遊んでたらさ、絶対暴力選べなくね？カーラちゃんのステージ遊んでんのに暴力選べない人いるんか？来たな。何百人も解放された。やったな。来るぞ。警察が来る。みんなジェリコに退却しろ。ただ車で塞いでるから逃げれるはず。ご希望通り平和のメッセージを送っておいたわよ。分かってる、奴らは私たちを見下してるのよ。後悔しても知らないからね。暴力で暴力には打ち勝てない。えらい、その通り。そうするしかない時もあるの。まずい。これあるぞ、コマンドあるぞ、これ絶対コマンドある、そろそろ。ナース。やばい、大丈夫か。撃たれてるぞ、撃たれてるぞ。行くしかない。ノース。どうした。敵か、何があった。ノース。殺されたのよ。虫けらみたいに撃ち殺された。まさか、まさか奴らに。ひど。まあテロリストみたいなもんだからされてもしょうがないってしょうがないけど。どこに住むんだ？こっちか、真ん中か。こいつら俺たちの仲間を、正義を下すんだ。任す。報復するのよ。絶対殺さんぞ俺は。いや俺は絶対殺さん。殺さないでくれ。やめろ。頼む。いや俺は見逃す。やり返せばいいというわけじゃない。カーラの評価が下がっても。目と言って世界は堕落した。かっこいい、素晴らしい。かっこいいぞ。これはこれは人間に対してアンドロイドがひどいことしてるっていうことを分からせないといけないんだから、ここは打たない方が正解。打ったらやっぱアンドロイドクソだってなるわけよ。アンドロイドの権利要求の訴えと不可解なスローガンで覆われています。だからこれはそう、世論が支持になった。ほら素晴らしい。ここは殴り合っちゃいけない。殴り合う場面も大事だけども、ここは殴り合う場面じゃない。情報によりますと彼らを攻撃したのはアンドロイドの集団。人間が悪い時は殴ってもいいけど、ここは僕たちが悪いことしたわけだから。我が国を脅かす存在となりうるのでしょうか。まさに今このアメリカ合衆国でテロ攻撃が始まろうとしているのでしょうか。人間がね、思いっきりその押し寄せてきてね、ぶち殺し回ろうとしてるんであれば、そこはもう殺していいけど。よし、これで平和的なデモを行ったことにより支持が上がる。よし、
いいですね。俺はこれがいいと思うよ。警部補、どうか。俺も早く人間になりたい。昨日だけで3回ぐらい死んだし。昨夜クリスがパトロール中、どうも変異体に襲われたらしい。あ、いや、あれクリスだったんだ。マーカスに救われたって話。ああ、よかったよかったよかった。撃たなくてよかった。無事なんですか。ああ、ショック状態だが生きてる。撃たなくてよかった。どうやって探し出したんですか。サイバーライフがアンドロイドを売り始めた時、こいつがメディアに引っ張りだこだったのを思い出してな。電話かけてみたらこの通り。撃たなくてよかったわ、マジだ。そこちょっと迷ったけどな。おう、どうも。どうも。オープニングの女の子だ。私はデトロイト市警のアンダーソン警部補。できれば。そうだね、開発者の人だね。エライザ・カムスキー氏と話がしたい。お入りください。どうも。エライザに知らせてきます。こちらでお待ちください。待ってる間にすることがないか見てみるか。動いてるの。あ、アマンダ、アマンダがいる。え、どういうこと。死亡。え、待って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 。ま、アマンダのとこで死亡って書いてない。え？え、つまりアマンダもアンドロイドだってことは、あれは。アマンダアンドロイド説出てきたぞ。ここで死亡の文字に気づける僕シャープだね。ゲームプレイヤーとしてシャープだね。え、どういうことかも。アマンダはもうすでに死んだ人間説。いや、かなりその可能性は高いよね。アマンダ死んだ人間説あるぞ。ちょっとコメントが消えちゃった。ちょっと今リセットしてる。肉体的な死を迎えた後に生き返った。あ、その可能性もあるか。蘇生的な、ありそうだもんな、この世界だったら。そういうリアル宇宙旅行。別品だな。分析しよう。 RT600 型チューリングテストに初めて合格したモデルです。んなことは聞いてない。ただ別品だ。カムスキーさんって言っただけだろ。アスペ同士の会話みたいになってる。豪邸だな。アンドロイドで得してるやつもいるってことか。
もういいかな、座るかな。自分を作った人間に会うんだぞ。どんな気分だ。まあ、楽しみだね。カムスキーは21世紀を代表する偉大な天才です。お会いするのが楽しみですね。俺もできることなら創造主に会ってみたいもんだね。文句の一つや二つ言ってやりて。立ち上がるが落ち着かないな。一緒に隣にいますよ僕。寄り添ってあげるおじさん。ずっとずっと見ようぜ、ガン見しようぜ。どうも。イライジャがお待ちです。あ、進んだ。なんだこれ、キモ。カムスキーさん。あ、奥にいるやつ。悪いな、すぐに行くよ。どこにいんの。気持ち悪い、このプール。趣味悪い。趣味悪い、マジで。ローブを着てる。あ、お前泳いでたんか。あれアンドロイドかと思ったら人間だったんだ。めっちゃ仲良く話してるアンドロイドのあの二人。画質すご。今更だけど。アンダーソン警部補です。こいつはコーナー。それで警部補、ご用件は。変異体の捜査をしてるとこで。あなたはサイバーライフを退職されてますが、何か情報を聞けるんじゃないかと。変異体か。悪役？実に素晴らしい。素晴らしい。無限の知能を持つ完璧な存在。今や意志まで手に入れた。人間よりもはるかに優れている。争いは避けられない。人間の偉大な発明が人間を破滅させることになるとはな。どういうことだ。皮肉なものだ。戦争。もし人間とアンドロイドの戦争が始まれば、何億もの人が死ぬことになるんですよ。深刻な状況なんです。そうだぞ。アイデアはいわば伝染病のように広まるウイルス。ならば自由への欲求も伝染病と言えるかな。哲学を語ってる暇はない。あんたが作った機械が革命を起こそうとしてるんだ。何も教えてもらえないならこれで帰る。君はどうなんだ、コナー。コナーに聞いてる。どちらの味方なんだ。関係ない。私のことは関係ないでしょう。私の望みは事件の解決。そうだぞ、関係ねえの。どちらの。それはプログラムされた返答だろ。だが君は。何を望んでいるのかな。止まず。私の望みは重要ではありません。クロエ。チューリングテストは知っているだろう。チューリングテスト。形式上のものだ。何？アルゴリズムと計算能力の問題に過ぎないんだよ。ん？私は機械が感情を持てるかどうかに興味がある。絶対ラスボスやろこいつ。単純なテストだよ。素晴らしいだろ。サイバーライフが開発した最初の知的モデルだよ。知的モデル。永遠の美しさと若さを持つ。確かに綺麗。枯れることを知らぬ花だ。その正体は人間を模したプラスチックか。それ肌柔らかいのかな。
なんで銃持ってんだよお前。どういうこと、どういうこと、どういうこと。その答えを導けるかどうかは君次第だ、コナー。この子を破壊すれば知っていることを教えよう。生かしてもいい、命があると思うならな。だがその場合は答えを得られずに帰ることになる。嘘、嘘。帰った方が良さそうだな。コナ、ほら行くぞ。どうもお邪魔しましたね。どちらが重要かな、捜査か、それともこのアンドロイドの命か。ちょっと待って、みんな的にどっち。ちょっと待って、まずみんなの意見。俺は撃ちたくない派なの、これ。もう、もし多分これ、わざと多分撃つっていう、撃つか撃たないかっていう判断が来ると思うんだけど、俺撃ちたくない派なんですよね。撃ちたくない派ですね、僕は。君は何者だ。従順な機械なのか、それとも意志を授かった生き物なのか。もういいでしょ、コナ、帰るぞ。引き金を引けば。コナ、やめろ。知りたいことを。あ、でもダメだ、待って。おっさんがまだやだ、撃つなって言ってんのは撃たないよ。俺は、俺はおっさんが好きだ。おっさん、素晴らしい。俺はおっさんが好きだ。人間を救うサイバーライフの最後の切り札が、まさか変異体だったとはな。私は変異体ではありません。任務達成よりも機械の命を選んだんだよ。このアンドロイドに命を見出したんだろう。同情したんだ。おっさんが撃つなと言えば俺は撃たない。俺は変異体じゃない。ただおっさんが好きなだけなんだ。仲間を裏切るのか、それとも創造主に歯向かうのか。さあどうする。君はどちらの悪を選ぶのかな。ほら帰るぞ。ああ、それと私はプログラムに非常口を残すんだよ。非常口、念のためにね。非常口、これはかなり大事な言葉だったんじゃないのか。なんで撃たなかったんだ。彼女の目を見たら撃てなくなった、それだけです。任務達成のためなら何でもするって言ってたよな。絶好のチャンスをお前は逃したんだぞ。どうすべきかは分かっていましたが、撃てなかったんです。ご希望に添えずすみません。感情的になってる。あれでよかったのかもな。あ、ハンクズ、やったー。ハンクとの、ハンクとさらに上がったぞ。関係ねえから、俺はハンクが好きなんだよ。関係ねえんだよな。友情大アップ。マーカスかこれ。一人の時間を楽しむって書いてる。なんだ。鏡。戻す。お、鏡を持って置いただけだぞ今。何したかったんだろう。何を楽しむんですかね。あ、今の僕たちがやったニュースだ。あー、一応監視カメラとかちょっとバレてるんだね。やむなく不具合を抱えてると思われる機械に発砲した。欠陥機械の行動について人間の目撃情報を疑う必要はないだろう。やっぱちょっと、やっぱり
デマ情報とかも出回ってると。だって実際俺、たちナイフで脅してないからな。デマが出回るってね、デマだけに。チンチロリン。あ、倉庫の1キルは、あれ、刺さったと思ったら、引っ込むおもちゃだから。配信者が変異体。誰のことですかね。あ、ノース。あなたここにいたんだ。日の光を浴びたくて。ここが好きで、よく来るのよ。世界に自分しかいない気分。未だに町の至るところから仲間が集まってくるわ。みんなジェリコに自由を求めて変わろうとしている。さっきから上の空ね。あ、三角ボタンか。みんな俺に従い、疑問も持たずついてくる。確かに力を持つのはいい気分だ。だけど同時に恐ろしくなる。ニュースは夕べの話題で持ちきりみたい。人間は怯えている。内戦の勃発にね。あのあとたくさんの仲間が処刑された。そんなに死んでるんだ。人間が私たちに自由を与えるはずがないわ。いや、決意。耳を貸さないなら戦うのみだ。あなた自分のことはあまり話さないのね。ここに来る前は何をしていたの？真実。老人の世話をしていたんだよ。父親。嘘をつく必要なんてない。人間と俺たちが共存できると教えてくれた。ノースの過去。自分は聞いたことなかったね。何をしていたんだ。話す気はないわ。別のノース。店で見ていたあのアンドロイド、昔の自分を思い出していたのか。あ、仲間になったノースが理解を示す。誰にでも忘れたい過去はある。でも今の自分を知るには過去を理解するしかない。私はあの頃。あ、ルート解除した。人間どうと。ルート解除ってことは新しいルート行ってるってこと。今これ待って、結構分岐し、また結構分岐してるけど見なかったことにして。あ、ノースの過去を聞くで奥に行けるなるのか。を満足させるためのただの人形だった。ああ、下の世話ね。快楽のためのね。和風俗系。ある日いつものようにレンタルされて、突然もう耐えられないって思った私は、男の首を絞めて逃げたのよ。ほら、満足した？言わなきゃよかった。あ、いい感じ、いい関係になってるぞ今。めっちゃいい関係になってるぞノースト。メモリーが見えた。恋人。おお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 、来た。おお、
ガチ恋愛ゲーム来た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 、ガチ恋愛ゲーム。あなたは死んだものとして捨てられた。俺も君のメモリーを見た。エデンクラブ、まるでそこにいるみたいに男の死が見えた。マジか。ノース、おっさんとも恋愛できるし、女の子とも恋愛できるって、どんなタイプの人にも最適なゲームじゃねえか。あ、生きてる。おかえり。殺さんくてよかった。よかったー。マジでよかった。これほんと嬉しくて泣きそう今。どうやって来たん。ちょっと待って、見せて。フローチャートどうなった。